バルです。バルシドシーズン3続きをやっていきたいと思います。18年目の夏始まったばっかりだね。家屋数が20、家族数が23、3軒家を建てれる計算だね。で総人口が67人、大人が41、学生8、子供18。ちょっとバランスが悪いね。生産状況としては食料がちょっと足りてなくなってきたな。食料ちょっとどうにかしないとまずいね。道具もちょっと足りてない。これはいろいろいただけないぞ。食料をちょっと増やしていかないと本当にまずいな。マックスか。狩猟をじゃあもう一人増やして、魚はもう増やせられない。貝とかな、取ってもなんかしょうがない気がするんだけどな。一応二人にしておくか。よし。これは食料問題をちょっと先にどうにか解決していかないとまずいね。このままだと食料がいつか尽きてしまうので、ちょっと本当に考えないとまずいね。そして石不足のため、ちょっといただけない状態が続いているけど、魚8000とかあるもんな。いや、魚があり余ってんだよね。こっちには来てないな魚。ただ鴨肉がすごいことになってる。ということはやっぱりバリエーションが少ないってことだね、食べ物の。種、早めに欲しいんだけど、農業をね、まぁ、ちょっとしたいなと、早めにね。まぁ、ちょっととりあえず時間を早めましょう。5倍速。そうだね、ちょっと行商人。種や動物、成人、めっちゃ成人してるっちゃしてるけど、ちょっと待って。来てるじゃん。ひまわりの種？いや。ひまわりの種なんか食べれるのかな？ひまわりの実。これはナッツになるの？あ、いや、このまま普通に食べれるってことか。じゃあ、240個の薪を60、これで OK だな。とりあえずこれでいいよ。麦も今加工できないし。ちょっと待って、発注。あー、なるほどね。パンとか缶詰、小麦。そうだな、トウモロコシとかさ。食べれるものは本当に何でもいいんだけどな。よし、とりあえずこれでいこう。よし、解散。よし。どうかな。これで食料等々もちょっとまあ横ばいくらいならまだどうにかなるかなとは思うけど。大病院も今資材が入ってる途中だね。そして小さな採石場も、先に小さな採石場を建てないことには石が不足してるからさ。まずはここを建てて、だな。とにかく石をがっつり作っていけれるようにしたい。これだけ一つオンにしときますか。木作りの家。この辺りにももう一つ。
資材置き場を作っておかないといけないね。あ、3匹に増えた。4匹になってんじゃん。鹿。うん。素晴らしい。まあまあ、ここがもろもろできてくれれば、うん、いいんだけどね。だったら石不足がちょっと和らぐかなと。ここ通ってるね。ここ平地にしてもいいな。うん。うん。ああ、ここを通って来てくれてんだね。多分。この辺の人。この辺の家の。あ、間違えた、間違えた。中止、中止。うん。ああ、でも高齢化になってんな、だいぶ。中堅層がちょっと少ないな。このトンネルを通って、うん、こっち今道があるからね。から、こっち側に行ってるね。アクセス的なことは。うん。この辺のものもちょっと運んでもらえれば平地になるんじゃないのかなと思うんだけど。一応家が、立ちそうだね。ここね。うん。もうすぐね。よし、立った。18歳20歳の、ご夫婦だね。よし。あ、資材は運んでくれてんね。うんうん。木材あともうちょっと。あと製材が50個くれば。あ、製材も入ってる入ってる。オッケーオッケー。よしよし。うん。では、ここで、石をバリバリバリっと取ってもらいましょう。うん。そしてな、ちょっと標準的な牧場。牧場ももう一つ予備で完備しておきたいんだよね。まあ、要は、その、動物が病気になった時に、うん。まあ、避難できるところ。うん。早めに作っておきたいんだけど、お、できそうできそう。いいじゃん。うん。どう向きがいいかな。こう向きが生えるか、こう向きのが生えるかな。さて、75% 完了。もうちょっとだね。地図はちょっといらないわ、今。うん。いいね。うん。人口がいい感じに増えてる。あー、そして石が72、76、まだ増えてる。あー、これでちょっと石不足解消できるかな。うん。よし、できたぞ。小さな採石場、とりあえず15人入れれることができるけど、6。いやー、急に、もう一人入れたかったんだけどな。とりあえず7人、小さな採石場に入れておいて、これで石を、うん、ちょっとバリバリっと、バリバリバリっと、取ってもらいたいね。そうだな。ということは、まあ、ここで採石じゃない。石炭とか、そういうものも作ってもらってもいいんだけどね。うん。ということで、まあ、何はともあれなんだけど、ここにちょっともう一つ、大きな町的なものを作っておかなければいけないかなと思うわけですよ。なので、木造りの家を一つオンにして、学校。見晴らし台。これはちょっといらんな。学校を、一個建てておいて。うん、ここに。学校一つ。見えねえな。学校。
よし、とりあえず学校も作ってもらって、こっち側は市場をちょっと作りたいな。専用倉庫。古い市場。市場。まあ、この辺全部カバーできればいいんだけど。どうかな？このぐらいに市場を作るかな？よし。さて。大病院もできるよ、もう。こうか。大病院はこうだな。もうちょっとなんだけどな。あら、一人死んじゃったな。さてさて、もうちょっと。ここはちょっとあれだね。人口じゃない、労働者を大工に変えて、サクッと、業者に、はい、何持ってきた。作ってもらいましょう。泥、うわー、どうなんだろうな。ちょっといらんな、でも今。ちょっといらないな。そして薪の数もね、あんまり増えてきてないんだよね。なので、ちょっとその辺も様子見ながらやんないと。98%。石の増減200。石の増減200とかじゃ少なすぎるから、石の上限1000に変えておきましょう。学校に通い出しました。病院もまあ作ってくれてるっちゃ作ってくれてんだけどね。84%。いいね。今回のサムネイル、大病院でもいいね。郊外にある大病院的な、総合病院みたいなね。やっぱり食料がちょっと落ち込んできてるのかな。1万3000とかあったもんね。薪の数も、ほら、1万切ったし。薪の数もちょっと減りつつある。ので、ツールもだな。まあ、他の燃料等々は、まあ、あるから大丈夫だとは思うんだけどね。よし、できた。大病院。一人だけ割り振っておいて、ちょっと家を大量に作っておいて、かや数21に対して家族数が28。7軒作れる。7軒作れるけど、7軒作ったらまずいでしょう。多分ね。まあ、なので、どうかな。ちょっと食料まずいな、これ、本当に。もう一つこれ作んないとまずいな。塩だまり。ちょっと塩だまりをもう一つ作ろう。塩だまり。いや、この蜜が取れるところ。これを、この、市場の隣に建てられるね。完璧じゃん。よし。OK。よし。家もできましたね。誰も入らないけど。
あ、入った入った。家族が入った。労働者家族が入りましたね。で、学校もできる。ここだね。あともうちょっとなんだけどな。潮だまりも作っとかないとダメだな、これ。学校のすぐ隣に潮だまり。よし。学校も先生一人割り振っておいて、まあ、あと、もろもろ家等々建ててもらいつつだな。ここ建てらんないな。よし、平地になった。よし。この辺平地になったな。ということは、いうことで、こっち側にもちょっと増やしていけれるね。加工場か。まあ、とりあえず、潮だまり。学校のすぐ隣に潮だまり。ここまでかな。まあ、これでいっか。潮だまり。ちょっと食料も増やしていかないとね。よし。そして、いろいろ成人してるし、労働力もだいぶあるね。まあ、何はともあれ家を、まあ、サクサクっとちょっと作ってもらいつつ。あ、食料が8000を切ってきたな。これは、この3点セットをちょっとどっかに作んないとまずいね、これ。そっか。あら、ここの、船乗りの櫓がいっぱいになっちゃったな。ということは、こっち側にちょっと大きな、礼拝堂的なものを作んないとね。60人の信者。小さな教会160人。教会も建てれるっちゃ建てるな。古い教会300人中。教会。かなり大きいけど。形が変えれるね。これは好き好きだな。ちょっと見えるかな。これかわいいけどね。この教会作りましょうか。ね。せっかくだし。市場の窓なりに教会。ちょっと道を広げとくかな。じゃあ。はい。よし。教会。これも建てていこう。まあ多分今回、立てられないとは思うけどね。お、来たぞ、行商人。何持ってきた？何持ってきた？嘘でしょ？いらねえ。今、資材的なものはいらんな、本当に。その他のものが欲しいです。なかなか厳しいな。よしよしよし。こっちも一気に発展してきた。いいですね。人口もめっちゃ伸びてきたけど、やっぱり食料が怖いね、このまんまじゃ。資材等々もあるから大丈夫だとは思うんだけど、やばいな、人口爆発してんな。
チンコ爆発してんね。はい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 、またできましたね、家が。うん、とりあえず一回家はここで一回ストップさせておいて、他もろもろの、ものをちょっと建ててもらいましょう。うん、よし、とりあえずあれだ、なんだっけ、養鶏所だっけがもうすぐできる。うん、何はともあれ、これに割り振って食料、あーもうだって6000しかないじゃん。うん、2人割り振っとくか。よし、そして教会もなんとなくできてきだしたね。うん、ではちょっと塩だまりをサクッと作ってもらって、さらに、食料を増やしていってもらいたいのと、薪がない、薪が足りない、薪マジか。どれだっけ、薪割り所、小さなじゃなくて普通の薪割り所。うん、あーここ建てらんない、建てらんない。うーん、よし、薪割り所、食料が圧倒的に足りてないけど、これまずいね、本当に。うん、それでもまだなお子供が生まれてる。一応ここをその3点セットにできるもろもろを立てておきますか。わあ、ここの農業したかったんだけどな。あー、これ塩だまりがとりあえずできた。2人割り振っておいて、まずは山菜小屋、山菜採りをやってもらおう。うん、このぐらいかな。よし、山菜採りと、うん、まあ、とりあえず山菜採りだけでいいかな。ここになんか丘があるね、これ。小さな。ここになんか小さな丘がありますね、これ。これもちゃんと消しとかないとね。あ、いよ、あれ。うん。よし。まあ、ここで山菜を取ってもらおう。うん。やばいな。5000を切ったな。あ、じゃあ6000を切ったな。うん。教会がもうできるな。いいね、この教会。かわいいね。うん。もうすぐできそうですね。いやー、ここに来て食料、うん、
ちょっと、テンパるとは思わなかったけど、まだ余裕があると思ってたけど、あれだね、やっぱり人口をちゃんと管理しておかないと、うん、一気に食料がなくなるね。よし、じゃあとりあえず教会ができたので一人割り振ってみて、ちょっと見えないけど、見えづらいけど、うん、ああいいね、いいですね。一応、お、行商人が来た。何持ってきてくれた？種。種。ん？嘘でしょ？いや、いらねえ。いや、ちょっとマジで言ってる、それ。食料系を持ってきてくれないね、なかなか。なかなかきついね。はい。ということで、まあ時間もちょうどいいので、今回はここで、ちょっと終わりましょうかね。20年目の秋だね。総人口90人。もうすぐ100人になるね。というところだね。あ、巻き割り場ができた。では一人ちょっと割り振っておいて。はい。そうだね。ちょっと、もう5000切ってる食料。ちょっとこのままでは本当にまずいので、ちょっと食料の改善をどうにか、やっていきたいなと思います。次回ね。山菜小屋、狩猟小屋、それからまあ魚も取っていけれればなと思っています。次回ね。今回はここで終わりたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。